茨城ネットテレビ12周年茨城ネットテレビをご覧の皆さん、こんにちは。リポーターの牟田明子です。今日は茨城県の取手市にあります取手競輪場で、もう少し夜暮れてから、あるイベントが開かれるということなのでやってまいりました。恥ずかしながら茨城県に長年住んでおりますが、私このイベントに参加するのは初めてです。どんなイベントなのか早速行ってみましょう。ちょっとこちらもですね、夜になると明かりがつくのかな、行ってみましょう。では実行委員長の阿部さんにお話伺います。よろしくお願いします。なんと今年で9年目なんですよね、はいはい、はい。そもそもこの取手競輪というイベントはどんなきっかけで開かれるようになったんですか？そうですね、それに東京芸大がありまして、そこの先生が、この取手競輪場を生かして、市民と、交流できるようなイベントができないかということで、この取手競輪、ホタルの競輪を思いついて、約10年前にスタートしました。今年も開けたことへの思いは何かありますか？そうですね、今年は競輪場がリニューアルオープン、震災の影響を受けて新しく生まれ変わってリニューアルオープンを、9月にされるということで、はい、それのプレイベントということで、来年目なんと10回目を迎えるということで節目の年でもあると思うんですけど、ちょっと一言抱負を、毎年出場者がですね、どうしてもこう年々増えていくわけではなくてですね、出場される方がかなり絞られてきているというか、なかなか増えていかないので、来年は10回目ということですから、そこら辺も、1年間かけてですね、はい、多くの出場者の方に参考していただいて、市民の方にも多く参考していただいてですね、市民の交流の場としてイベントが開ければいいなと思います。今時刻は午後6時30分になったところで、すっかり日も暮れました。でそんな中ですね、キャンドルに明かりが灯り始めましたよ。すごい綺麗です。乗ってる方もちょっと面白い感じですけれども、コスチュームも持ってますね、はい、こちらチューブ三井乗りハウス取手店です。当社は移動しないので今日は配れていない。かぼちゃです。ハロウィンです。あ、もう間もなくですかね。そうです、そうです、そうです。拍手してください。ありがとうございます。伸びたと握手した。ちょっと太った伸びた感じ。いや、そんなことない。いや、みんなそれぞれ力作で、もうそれぞれの工夫があって、面白いですね。では、ちょっと私が気に入った、自転車にですね、投票、これが投票用紙なんですけれども、これで投票していきたいと思います。一体どの自転車が優勝するのか楽しみですね。最優秀賞チーム結城、おめでとうございます。皆さん、風車の風車の風車ぐるぐるぼう、おめでとうございます。ありがとうございます。今のお気持ちを教えてください。今まで8年間ずっとやってきて、一遍も入賞なし、無冠の賞を続けてきましたけど、今日はやっぱりすごくそんな中で嬉しいです。無料シャトルバス、すごいですね、はい、連続出場されてね、連続最多出場、うわー、ここでやっと出場したわけですね、はい、いやー、取手競輪初めて見させてもらいましたけど、とっても綺麗で楽しいイベントでした。来年は10回目を迎えるということで、これを見ているあなたもですね、見るだけではなくて参加をしてみてくださいね。それではさようなら。